アクアのことをどう思ってるか。なんでそんなこと答えなきゃならないの。別にアクアのことが嫌いなわけじゃない。大好きなわけでもないけど、9人もいてごちゃごちゃして面倒そうとか、いつもニコニコしてて何がそんなに面白いのかわかんないとか、そういうことはよく思う。会ったら会ったでいろいろ話しかけてくるし、正直ちょっと困る。ライブでも遊ぶみたいに跳ね回って笑いながら歌って、セイントスノーとは何もかもが違う。でもあの子たちのライブを見ると胸が熱くなって、自然と拳を握ってて、そのことにすごく驚いた。アライズ以外で他人のライブにあんなにドキドキしたのは初めてだったから。でもアライズに感じたドキドキとは違う。胸が躍るような気持ちと同時に、見えるような熱い気持ちが体の底から湧き上がってきて、絶対負けないって思った。姉様と二人であなたたちが届かない高みに登ってやるって、そう思ったの。こんな感じでいい？ところで今言ったこと、まさかアクアに伝えるなんてことしないよね。いらっしゃいませ。わざわざうちに来てまで私に聞きたいことというのは何なんです？アクアの皆さんのことですか？そうですね、正直なことを言ってしまうと、最初はそれほど意識はしていませんでした。歌もダンスも確かに素敵だけど、頂点を狙えるほどではないと。でもその認識は間違いでした。あっという間に力をつけて、パフォーマンスも洗練されて、今ではもう無視できない存在です。彼女たちのステージには、見ているこちらの心に強く訴えかける何かがあると思うんです。震えるほど強く熱い何かが。それが何なのか、何が彼女たちを成長させたのか、ちょっと興味があるけれど。え、おじけづいているのかって？まさか、むしろ燃えたぎっていますよ。スクールアイドルとしての私の情熱が。相手にとって不足なし。同じ舞台で競う日が来たら、その時は全力でぶつかり合うつもりです。アクアの皆さんに対する気持ちはこんなところですね。さあ、せっかく来たのですから、何か一品くらい頼んでくれてもいいんじゃないですか。